誰もが見たかったこの一戦、祭りが始まる。どっちも強そうですね。さあ開幕、両者はどう動くか。始まりましたね。うまい。さあ壁まで追い込んだ。どうなるどうなる。長い技にジャンプが噛み合うと大ダメージの危険がある。それゆえに技振りが難しい距離。プレイヤー1、ドライブゲージを積極的に使って試合のペースをつかみに行く。振りを通してチャンスになる。弾で状況に変化をつけるか。危険な状況になっている。ミスはもう許されない。ここでバーンアウト。なんかこっちが緊張する。さあお互いもう行くしか。あと KO。 綺麗に決まりましたね。非常に緊張感の伝わる試合でしたね。どっちも強くて見応えがありました。ここは重足を一つ。このラウンドが勝負となるか。さあどっちが勝つんでしょうか。両者何を狙ってどう動くか。どちらが先に仕掛けるんですかね。試合は始まったばかり。まだまだどうにでもなる。心理戦にも注目していきたいです。さあこれで画面端、後がなくなった。投げて、ナイスナイス。ドライブラッシュで前に出る。二人ともやる気満々だ。投げて、大きなダメージが入る。いいのが入りましたね。今混合シャッカー受け止めながら、え、まさか誘導していたのか。ナイスナイス。フィニッシュ。おお、しっかり倒しきりましたね。さあ次で最終決戦、もはや気持ちの勝負となった。なんかここまですごく一進一退できてるんで、次どうなるか本当に予想できないです。通さない。うまく投げていった。両者まだ被弾はない。ここから両者どのような試合を紡いでいく。個人的にはガンガンやり合ってるところが見たいですね。プレイヤー2、この画面端でどうやって。スーパーズ下旬4に抜かりなし。これが特殊部隊の暗記、デルタレッドアサルト。白熱してます。この場面でいいか。確信犯の一撃 KO。 よっ、名勝負。なかなかに白熱した試合でしたね。めっちゃいい試合でした。またこんな戦